ねえねえ、もう死なないで純一っていう心霊サイトがあるっていう話したっけ？みんなに。心霊サイトじゃない。心霊スポットがある話。知ってる？もう死なないで純一って。どこだっけな？みんな調べてみ。あ、じゃあ俺がちょっと調べるか。知ってる？もう死なないで純一って。知ってる人、多分いないよね。あのね、どこだっけな？純一伝説で読むか。現在は新前場トンネルの開通により、国道246号線の伊勢原、神奈川県だね。旗野市の間にある前場峠は、まっすぐな道で通りこと、抜けることができるが、当時はこの国道はくねくねと S 字カーブを描いていた。その痕跡は今でも見ることができる。現在の旧前場トンネルがあるのが旧国道である。トンネルを抜けると急なカーブになっているのだが、このカーブを曲がりきれなくて事故に遭うケースが多かった。純一くんの事故が起こったのは1965年昭和40年9月2日のことである。スピード出しすぎてカーブを曲がりきれなかったトランクが対向車線にはみ出し、純一くんの乗ったバイクが正面衝突してしまった。純一くんは即死であったという。この時のトラックこそは今もなお呪いのトラックとして一部で語り継がれているが真相が明らかでない。その事故以来、両親は純一くんが事故に遭う夢を幾度となく見たという。その後も事故現場では事故が絶えなかった。主要な新幹道路で、幹線道路で、かつトンネルを抜けるとすぐに急カーブがあるという構造上、事故が起こりやすいのは目に見えているのだが、いたたまれなくなった両親及び親族は、純一くんの霊を供養するのと、これ以上同じような事故を起こしてほしくないという願いを込めて事故現場に看板と地蔵を立てた。っていう看板が恐ろしくて。この看板が立ってたらしくて、もう死ねないで純一。なんかね、二人連続純一っていう名前の人が死んじゃったみたいで。で、この、もう死なないで純一っていう看板が、何年まで経ってたんだっけな？今はもうないんだけどね。純一さんっていう人が、よく、ここで亡くなってるっていうのを、俺の学生時代に聞いて、なんか、行きたい気持ちはゼロじゃなかったけど怖くて行ってない。らしいぜ。こういうとこあんだよ。でももう死なないで純一っていう看板は実際にあった、本当に。もちろんオカルトだからな、そんなのは。信じる信じたい、皆さんの。どうぞ、ご勝手に。平成元年に撤去されたんだ。27年前か。でも看板は本当に立ってたんだよ。看板は。あ、29年前か。あるんだよ。千葉県にもいっぱいホラースポットあるんだよ。だホテル勝湯もそうだし、おじゃが池って知らないでしょ。おじゃが池。知ってる？おじゃが池。おじゃが池って知らねえだろ。あと、なんだっけな、岩井にあるところなんだっけな。おじゃが池ってあるんだよ。で、おじゃが池行ってよ。あれだわ。地蔵。なんか、その当時俺武道派で撮ってたから、おい、俺おじゃが池行ってよ。自動とシャドーボクシングしてくるわ、つって。一人でおじゃが池走ってって、奥に赤い、なんか、お寺みたいなのがあって、その地蔵がいるんだけど、その地蔵の前で俺がひたすらシャドーボクシングする動画を、一人で N506i で撮って、みんなでおい、見てくれ、つって。当時バッチバチだったから。おじゃが池でシャドーボクシングしてみた。そんなこともあるんだよ。最近でもあれなのかな？心霊スポットじゃねえのかな？で、そう、ネルさんが行ったとされるホテル勝業も、有名な。ただ今入れないって聞いたけど、なんか入れたんだね。あそこ入れないはずなんだよ。なんか、もう廃屋になってて、廃旅館になってて、実際殺害、女子高生が殺されて、犯人逮捕されて、その冷蔵庫の中に死体をぶっ込んでたっていう事件があって、俺が19歳の時だ。今でも忘れねえや。19歳。撮影許可こぎつけたんだ。映画のロケについてったの。あー、なるほど。犯人二人組、わかんない、忘れちゃった。四人組ぐらいじゃなかったっけ？四人組ぐらいじゃなかった？ホテル勝子の四体がある中
あ、死体があるのか、そう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 。俺と、スケボーキングと、テングちゃんと、三人で、一時期、心霊スポットを巡るっていうのが、流行ってたんだよ。今、さらっと、俺の友達の名前二人出したけど、全然わかんないでしょ。スケボーキングっていう友達と、テングちゃんっていう友達がいたんだけど。一時期ね、免許取り立ての頃って、すごい、回るでしょ、いろんなところ。で、千葉県出身だから、まあ、千葉行ったりさ、そのおじゃが池ってとこ行ったり、いろんなところ回ってたんだけど、おホテル勝業っていうところがやべえんだぞっていう風に聞いて、おじゃ行ってみようぜっつって、不法侵入っていうかね、その当時まだ多分ね、入れたんだよ。で、入って、まあ、廃屋だったよ。廃旅館で有名で、東金かなんかにあるんだよ。で、帰り道寄って、外房から回って寄ってこうぜ。千葉から、今でも忘れねえよ。千葉で、あの、髪の毛切り千葉行ってたんだよ。お、パーマ当ててえから千葉のアース行くべ、つってよく言ってたんだよ。で、千葉で髪の毛切って、おしゃれして、じゃあ帰ろっかってなったら、じゃあ外房回って帰ろうってなった時に、東金回って、ホテル活業行って、帰ろうってなった、なって、19の年だから、13年前。12年前か。そんで、そこのホテル活業の中入って、全然怖くねえじゃんつって、で、そのまま、まあ、写真とかも撮ったりして、帰ってきたんだよ。で、別に何の心霊写真とかもなく、なんか全然余裕だったな、つって帰ってきて、次の日のニュースで、ホテル活用で、女子高生の死体が発見されましたってなって、俺今でも鳥肌止まんねんだけど、今、喋って鳥肌止まんねんだけど、俺たちが散々荒らし回ってたところで、の、多分7時に、19時に犯人が死体を遺棄して、俺たちが行ったの21時ぐらいで、で、死体が見つかったのが翌日の朝7時とかで、俺トラウマになっちゃって、それ以来。トラウマになっちゃって。本当に。あれ恐ろしいわ。もう二度とそういうとこ行かねえって決めたわ。二度と。2004年でしょ?時系列も合うだろ。19歳だよ、俺が。19歳になる年の冬だった気がする。11月とか10月じゃない?え、全然疑われもしない、全然。11月とか10、全然事情聴取とかも。もちろん、言われたらそのまんま答えたけど、2004年の12月23日。お前、クリスマスの前日に何やってんだ、俺は。その次の日、俺の姉ちゃんと二人でプリクラ撮ったまで覚えてるわ。お姉ちゃん一人で過ごせねえよっつって。分かったよ、じゃあよっちゃん誘ってプリクラ撮り行くよっつって。お姉ちゃんと俺とよっちゃんでプリクラ撮った。立山駅の隣にあるシダックスで。シダックスとかセガがあったんだよ。三人でプリクラ撮ったわ。あ、そう、岩井の心霊スポット知ってるトンネル。あそこ恐ろしくない。あそこマジで怖くない。あそこマジで怖くない?よく知ってるね。あのトンネルの先に無人の民家があって、なんか、真っ暗なトンネル。あそこ怖いんだ。めちゃめちゃ怖いとこあるんだよ。山の中で、真っ暗なトンネルで、100メートルぐらい、200〜300メートルある真っ暗なトンネルで、山の上だよ。で、なんかね、風がヒューって本当に乗ってんの。しかもね、そこで、その、俺それ、もうね、若者ってすげえなっていうの。そこで100メートル誰か一番、あの人間は追い込まれたら、ものすごい身体能力を発揮できるっていう説が俺たちの中で発揮、提唱されてて、俺ら、あれだったら100メートル9秒台乗せるっつって、一人、入り口に残されて車でブーンって向こうに行って、位置についてよーいドーンっつって、走っていくっていうのが流行ったの。マジで怖いのね。真っ暗、本当に真っ暗。向こう側にある車のうっすら光るライトだけを頼りに全力でジメジメしてて真っ暗なのよ。で、そこ名前なんていうトンネルだっけ。ねえ、名前なんていうトンネル。ちょっとみんなに映像を見せたいわ。くっそ怖いからね。じゃあ Google マップで見せるわ。マジで怖い。夜尋常じゃないぐらい怖い。岩井幽霊トンネル。あ、そんな名前出てくんな。バケトン、バケトン、バケトンっていうところ、バケトン。おい、今日バケトン行くべって俺たち日常的に言ってたから。おい、バケトンで100メートル走るべよつって。バケトン。お化けトンネルの略なんだと思う。うーわー、バケトンってなんか夏。
あ、ちょっと待ってね。みんなに見せるわ。あ、坊よ、坊よも言った、坊よ。坊よも有名だわ。友達と車でよく行くんだよ、こういうの。こうしよっか。こっちメインの方がみんなも見やすいかな。ホテル坊よ。ここには妊婦の幽霊にまつわる怖い話があり、その妊婦は開始したと言われている。これね、病院。機密知らない。たたりの松の木？知らない。たたりの松の木ってなんだ？知らねえな。ちょっと待ってね。たたりの松、おじゃが池。東金市。1614に作られた人造湖である。ここには言い伝えがあり、ある村娘と役人が恋に落ちたが、身分の違いによりこの恋は実らなかったために悲観した村娘は投身自殺をしてしまったというもの。このため心霊現象としては夜になると女性のすすり泣く声がどこからともなく聞こえると言われてる。って言うじゃん。今夜行くと、違法で釣りしてる奴らだけど。30人ぐらいいた。何？兄ちゃんたちも釣りに来たんかい？警察にパクられんなよって言われた。30人ぐらいなんか釣りしてた。だるま神社。あ、東京湾観音行ったわ。ここもおっかねえんだよな。ものすごいね、山道で。やばくない？こういうの。いけねえよ。あ、ホテル勝つ。ここ。もう、想像、超怖くない？ここ。もう俺、今もうトラウマだわ、これ。ここだよ。もう、本当に怖かった。多分俺、ここの辺ぐらいまでしか行ってないの。正式名称は、油井グランドホテル。浮遊霊がいると言われているラブホテル。事件現場として世間を震撼させたことのある曰く付きの廃墟だ。ここでは様々な事件が起こっており、2004年にはある女子高生が茂原駅付近で男性5人のグループに拉致られ、その女子高生は活魚で拘束され、遺棄されたという。活魚という名前だが名前に似合わず、お城のようなメルヘンの建物、個室型の、割烹料理で、料亭だったらしく、ホテルの個室を利用して食べる作りだったようです。男軸。え、タイブサ岬は別に全然違うよ。え、ないじゃん。祝いのバケトンは？これもね、よく言ってた。これさ、昼だからちょっとわかんねえんだ。これ、真っ昼間だよ。これ、真っ昼間でこれだからだ。真っ昼間でこの、これで、ずーっと続くの。で、周り全部木で、その先に、ちょっと読んでいこうか。自分は、今日は自分の体験はありませんが、多数の知り合いが体験しているというバケトンご紹介。このトンネルは、手掘りのトンネルで地元の人が行っているトンネルはここです。そばに他の道にもトンネルがいくつか、そばに他のにもトンネルがいくつかあり、昔某霊能者が番組で違うトンネルに来ていました。この場所の話は、数人の同僚の体験談、や、友人数名からも聞いていた。まず国道側から行くと1個目のトンネルがある。で、こんな感じで山道抜けていくと、二個目のトンネル。数人の話を聞いていて面白かったのが、みんなこの二個目のトンネルと、右側、トンネルと右側という共通点があるのです。両親たちに聞いてみると、昔はこの道は海沿いの道に出る唯一のメイン道路だったと、その面影がトンネルの間の雑木林の中に朽ちた道路標識が。そしてこれが最後の三個目のトンネルです。近道をしていたらトンネル2個目が出て、右側の雑木林の中に白い着物の女性が夜中に立っていた。それからみんな避けて通るようになったというと。ここ怖いんだよ。やべえだろ。もうこんなんさ、行きたくねえだろ。これだぜ。
ここで俺たち、ここで位置について、よーい、ドンみたいな感じでここでやってたんだよ。いけない。今じゃもう絶対無理だわ。なんかさ、昔はカエルつかめたけど、今はカエルつかめないのと一緒でさ、そういう能力って本当に落ちてくるよね。そういう能力。落ちてくるよな。今じゃ絶対できないわ。まあね。まあそんな、とこっすよ。ちょっとおしっこしてきて、なんか1時間最後やって、締めまっか。おしっこしてくるわ。